5時ぐらいかに終わって帰って、もうどうしても今日は部屋の片付けがしたかったから。そうなんですよ、だから部屋をちょっと片付けて、片付けてというかちょっと物を捨てて、そうなので今ちょっと捨てたいものを捨てていい感じに片付きました。うん、断捨離的なって、そう、ちょうどね昨日あの配信で事務所行ってたんですよ。そう、事務所行って、その時にあのまたありがたいことにあの たくさんのプレゼントをありがとうございます、お手紙と、そう、あの受け取らせていただいて、だこれはちょっと物がだいぶ増えたと思って、ちょっとその分のスペースを空けたかったのでちょっと断捨離しました。だいぶ前は少し散らかってるイメージって、でもね今回全然大丈夫なのよ。そう、そういう片付、そういう散らかってる感は正直にあんまないの。そう、そうなの。だからまあでも今日は本当ただただこうしまってたものとかをちょっと取り出してとか、箱の箱っていうかなんかボックスの中ちょっと綺麗に詰め替えたりしてみたいな感じで、なんだろうね、だいぶ結構昔のね携帯を見っけてさ、8プラス47の素敵な街、これ2個前に使ってた携帯なんですけど、その箱の中っていうか箱の中を掃除してたら見つけて、あ、こんなとこあったんやと思って見返してて、でなんか写真とかはなんかそれこそこのなんだ今使ってる携帯であのにこう変える時とかも毎回写真が昔のやつついてきてて、でやだって言うと全部消したりとかしてたから、写真は全然あ懐かしいのないなって思ってたけど、動画がねバカ懐かしいのがいっぱいあって、2015年からまあ全部があるわけじゃないんだろうけどめっちゃ残ってて、そう2015年だから鬼氏が AKB 入って AKB 入ったのが2014年だから、そうマジで最初の頃の動画がめっちゃ残ってておもろいと思ってさっきまで見返してたんですよ。そうおもろい、いやー8、おいしこれ8のさ活動休止の時にこれ流したかったもん、なんか自分で作っておもろい8の動画ばっか、むしうわ懐かしいってやつばっか。もうねやっぱ動画とかやっぱさ思い出とかさもう残しとくのってほんとやっぱいいねって思った。フリVとかも結構残ってて、これほら村山チーム4でセンチメンタルトレインを劇場でやった時のフリVだったりとか、懐かしい懐かしいよ、三重ツアーのフリVだったりとか、これなんて曲だっけ、てててでれててて、これなんだったっけ、てて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 、
レレ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 タタタンタタタンタタタンタンタン、これめっちゃ好きな曲なんですけど、これなんて言うんだろうこの曲。なんだっけ、サビサビどんなやろ。あ、HKT 上今動く、博多美人は釣って釣られて狙い撃ち飛ぶ鳥勢いよいよいって、あ、言ってる、 HKT 上今動くって言ってる。この曲めっちゃ好きやった、あの好きやったっていうか楽しかった、あの三重ツアーでやったんですよこれ。夏い友達じゃないかの振り分残ってるよ、知ってる、みんな友達じゃないかって、でででででで知ってる、虹が初めて総選挙ランクインした時の曲です。オメグがセンターのそれを8でやった時の動画が残ってるわ、懐かしい。すごいどんどん見てる、マジで懐かしい。ちょっとさ、なんだろうね、見せたいって思うけどほとんど卒業してるんだよね、登場人物が。大西の携帯の中でマジでほぼほぼいない。そう、ごめんね、今ちょうどあのお米炊いてるからポンポン破裂してるけど気にしないで。いいな、なんか見せれそうな動画ないのかな。全然なんだろうな、難しいな、難しいものばかりですが、見ててとっても楽しいものばかりです。ごめん、そんな力強いって、そう、妊娠中の炊飯器ポンポン、あの早炊きにしたら難しい。あ、これは、これ卒業してないよ、これ卒業してないよ、これなら見せれる。はい、動画です。ゆいり、もも、あ、ちょっと、もも、ゆいり、もも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 、イエーイ。これは村山4時代にお互いを呼び捨てし始めようってなっての最初らへんの動画。村山優里さん、これどっかに載っけた気もするけどな、難しいね。何なら見せるかな、なんか歌ってんのとかも結構多いんだよね、振り振りめっちゃ多いな、音源。これなんだろう、マジで意味わからへん、何これ、なんだこれ、これ卒業してるけど。
浜田浜マだ浜握手会時代だ、握手会懐かしい。ねえ、あとこれトラジ言ってるじゃん、大丈夫かな、ちょっと音消しとこう。見てほら可愛くない？そうイベントでそうタイに行った時にあのいろんな観光名所を回ってなんか そのそれを SNS にアップするみたいなのがあったんですけど、 その時に行った動物園で、そう虎の赤ちゃんと触れ合いができるっていう。おいし、この日誕生日だ、9月20日だって。そうだそうだ、空港で誕生日迎えたの、この2019年は。懐かしい、空港の飛行機乗る前に。そうだから空港のなんかところで年越したじゃないわ、誕生日迎えた。難しいなぁ、永遠にこういうのって見てられるよね。あ、ママだ、ケーキ覚えてるってね。あのね、すごい派手なケーキ、タコみたいなの乗ってたケーキがあったんですよ。そういただいて嬉しい。うわ、これもう見せれへんけどさ、夏、うわ、3秒見つめるだけでっていうのを劇場でやった時の V が残ってる。夏、俺の思い通りさ、懐かしい。2019年、でも言うてそんな経ってないよね。萌えさんとかだっけって、そう見せてよって。いや見せられへんのよ、リハーサルのやつだからさ、見せられないんだけど。そう、暑い。なんかあれだよね、あの AKB の中でユニット作ろうみたいなブームが起きた時にブームが起きた時に、そう、私は5人チームの、そうこの時センターだったんですよ。実は知ってた、懐かしいなぁそうユニット祭りって、そうあれだよ、だからあの、あ、大西たちは正式なチームにはなれなかったんだけど大西たちはあの正式なユニットにはあの収穫はできなかったんですけど、あの他のやつで言うとさ、あのハニモニとかさ、ハニモニちゃう、ハニハモや、ハニハモとかさ、ティントリップだっけ、あ、そうヒュートーンとか、あ、そうアイルとか、そうあの辺、アイルってあの同じ時期やったっけ、アイルの方が先にできたんじゃなかったっけ、忘れたけど、そうあの辺のブームがねあった時に懐かしい。懐かしいなぁ、この辺はもう結構新しくなってきた。やっぱほとんどホテルとかで撮ってるからさ、見せれないんだよね。永遠に見てられるよね、こういうのって。しちゃいけないのかって、ね、見せれるものが少ないね。
やっぱ難しいよね。昔のものをさ、こう見せられてさ、全然大丈夫な人とさ、やっぱ嫌な人もいると思うのよ多分、人生だからその辺がちょっと難しいよねっていう感じでね、っていうのはちょっとまあ見せれるものは少ないと思うんですけど、まあでも懐かしいよねすごく。そう、もっともっと古いのとか見たいなって思うけどないんだよね多分これ以上古いのは。そう、そう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 、9時になったら動こう。そう、ちょっと明日の準備がね結構いろいろあって早めに準備しておこうと思うので9時には終われるようにします。クラウドに保存してない派ですかねえ、なんかやり方が分かんないんだよね昔から。本当に未だに携帯のね使い方の正解が全然分かってない。なんか正しい使い方みたいな。そうなんだよね。教えても頭に入らないし。入れようとしてないんだろうね多分。最低限しか使わない感じって、最低限、そうね、そうね、そうね、最低限すらあんま使ってない時の方が多いから。あ、すごい笑ってはる。楽しいよね人生、笑い声があるって素敵。ね、めちゃめちゃ笑ってたね。めちゃ笑ってはるね。今ごめんね、窓開けてるからさ。いいね、外涼しいね、ちょうどいい。鼻金だしねって。金曜日なの今日。いいな、楽しそう。笑ってる。いいな。いいな。誰と笑い合ってるの？誰と笑い合ってるの？いいな。混ぜて。混ぜて。素敵だよね、笑い合える人生って。笑い合おうよ、笑い合おう、うちらも。
無理しないで無理しないで、分かった見て、見ればしないわ。泣く前の赤子みたいで、いいいい、最近ミリアちゃんとずっとなんか混乱してる、あの子供のはね。おばあちゃんになったり子供になったり、最近はいろんな年齢を楽しんでいます。そう、あの稽古の時時間入れてね、動かなければいけない。よしよしこれ一回座っちゃうとさ、帰ってきて掃除までめっちゃスムーズだったんですよ、ずっと立ってたから。アイショールームしようって一回こう腰掛けるじゃない、もう動けなくなっちゃうよね。さっきまであんな動いてたの。ね、よしよし、頑張って動きます。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位でんすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がKITTさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちゃっとマーク、おにしゅがただいま入院中さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がしまぬこちゃん、ありがとうございます。もう一回いきます。1位でんすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がけいじさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がさとちゃっとマーク大西郡ただいま入院中さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が島猫ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がつよしさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんとマーク大西郡さん、ありがとうございました。イエイ。えら賑やかやな今日、こっちゃよし、あ、うん、そしてタワーかな、ありがとう。1位の方、あー、ありがとう。じゃあちょっと呼ばせていただきますね。1位のデンスケさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、かわいい。なんかこれも変わったけど、タワーもなんか変わったんだね。スイーツ、スイーツタワー、ありがとうございます。イエイ。ありがとう、皆様も本当にありがとうございました。かわちい
ということで、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の、鬼しももかでした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。